エヴァーハルト・フォン・マッケンゼン。フリードリヒア・アウグスト・エヴェルハルト・フォン・マッケンゼン。1889年9月24日から1969年5月19日はドイツの軍人。第二次世界大戦で軍司令官を務めた。最終階級は陸軍上級大将。1889年9月24日、プロイセン王国のブロンベルクに 軍人アウグストフォン・マッケンゼンの息子として生まれる。兄弟にはナチスドイツ時代に外務次官を務めたがいる。1908年に軍に入り、見習い士官としてダンツヒの第17軍団に配属される。1910年、少尉に任官。第一次世界大戦では、騎兵将校として参加。1915年に中尉に昇進。 同年8月に負傷した後、中隊長に任命される。1917年に大尉に昇進し、バルカン半島戦線に転属となる。戦後は、第五騎兵連隊第一大隊長を経て、ベルリンの国防省兵務局市長部長となる。1928年に少佐に昇進し、1930年から第一騎兵士団参謀を務める。1932年、 中佐に昇進。1933年11月、騎兵監察部参謀長に就任。1934年9月、大佐に昇進し、1935年に、ハンブルクの第10軍団参謀長となる。1937年、第1騎兵旅団長。1938年1月に少将に昇進し、翌年5月に、 ビルヘルムリスト上級大将の下で、第五軍集団参謀長を務める。プロイ戦学派の一員として、多くのユンカー出身将校と、同じく熱狂的騎兵信奉者であった。そのため、騎兵総監のクノハヘンハウアーを、指示、逆に、ハインツグデイリアンの総攻戦術理論を、批した。第二次世界大戦が勃発した9月に、 第14軍参謀長に任命され、ポーランド侵攻に参加。1940年1月1日、騎兵中将に昇進。フランス侵攻には、第14軍参謀長として参加している。フランス降伏後の同年8月1日に騎兵外将に昇進。1941年1月15日、第3総工軍団長に任命される。 同年6月22日から始まった独ソ戦では南方軍集団の参加に入り参戦する。エバルトフォン、クライスト上級大将が指揮する第一総工軍の主要部隊として10月のドニエプル突破作戦に参加し巧妙な作戦を展開することによりソ連軍の二個野戦軍を殲滅することに成功する。1942年のブラウ作戦では ソ連軍六個野戦軍の包囲に成功し、この功績を評価され5月26日には95番目の白洋騎士十字章を受章する。その後もコーカサス進撃の足がかりとして、ロストフ攻略戦を軽微な損傷で勝利を収めた。12月21日、クライストが英軍集団司令官に昇進し、それに合わせて彼の公認となり、第一総攻軍司令官とな。 スターリングラード攻防戦では、英軍集団が危機的状況に陥るも、彼の巧妙な作戦で危機を突破する。1943年2月の第3次ハリコフ攻防戦で戦果を上げ、7月6日に上級大将に昇進。クルスク戦後に主戦へ回されるも、優秀な作戦立案能力により、部隊をミース側の防衛ラインまで撤退させることができた。 11月7日に第14軍司令官に任命され、イタリア戦線へ転任。1944年1月22日に展開されたアンチオの戦いには2月頃に参加し、劣勢であるも優れた戦術展開により連合軍へ自軍の倍以上の損害を与える。後のモンテカッシーノの戦いでも連合軍へ大損害を与え、 連合軍のイタリア半島での進攻を遅らせた。これらの功績があるも、連合軍の物量に押され始めたドイツ軍は、劣勢に立たされることとなる。押され気味である東部戦線を補うため、質の良い装備や、それを扱う優秀な士官、兵の揃うイタリア半島に展開する部隊を東部戦線へ派遣するようヒトラーに進言する。しかし、ヒトラーは、イタリアの放棄を認めず、 衝突。結果、1944年6月15日に、司令官を解任され、予備役へ編入されることとなり、そのまま退役を迎える。戦後には、連合軍に戦犯として囚われ、1947年5月6日に、イタリアでの戦争犯罪の罪状、口述で死刑判決を受けた。後、懲役十一年に減刑され、百五十二年十月まで、 捕虜収容所に収監されていた。友人やかつての敵将、さらにはローマ教皇による特殊運動があったという。1969年5月1日、シュレースビヒイコールホールシュタイン州のイメンスターの自宅で病死。1944年3月24日、ドイツ兵32人が死亡した爆弾攻撃への報復として、新英隊情報部、SD は、 アルデアティーネ洞窟において、イタリア人一般市民335人を射殺した。この行為は、ヒトラーの時期命に基づき、国防軍最高司令部作戦部長、アルフレート・ヨードルを通じて、イタリア方面軍司令官、アルベルト・ケッセルリンクに命じられたものだった。当時マッケンゼンは、第14軍司令官で、ケッセルリングの霊下にあり、 ローマ占領司令官中将の上官という立場だった。ケッセルリングは、ローマの親衛隊警察長官、ヘルベルト・カプラーに処刑を命している。しかし別の資料では、マッケンゼンがメルツァーに処刑命令を出し、メルツァーが親衛隊員、エイディ・ヒ・プリーブ家の処刑部隊に、一般市民に対する処刑を実行させたことになっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。